おはようございます。今日はこんな感じ。某公園の駐車場で目覚めました。天気はあいにくの曇りですね。ケンタと相棒は？おいっ子。おいっ子。ケンタ。やっと会えました、ケンタも。どうもどうも。葵の時はありがとうね。助かった、もう。あ、どうもどうも。ありがとうございます。うちのおいっ子です。葵は後ろも振り返らず。千歳空港以来の再会です。さあ出てこい。まずケンタに挨拶。こんにちは。お迎えありがとうございましたって言えよ、ちゃんと。ひどいグズグズ具合。さあ3年ぶりにゲートウェイツアーズのカヌーツアーに参加しております。リビがやってきました。3年ぶりゲートウェイツアーズ、今ここですね、スタート地点。そしてタップコップ浸水公園までの 2.1 キロ、だいたい1時間ぐらい、1時間ぐらいののんびりカヌーツアーでございます。もちろんスタートは魔女の宅急便スタイル。あ、そうです。はい、チーズ。今いいんじゃない。よろしくお願いします。まず練習から行きますか。でドラマは2人がずっと恥入れっぱなしにしてもらうと、船は右に曲がっていきます。左曲げる時は左こいでる葵が返し取りします。葵のパドルを前に少し飛ばそう。後ろから前、後ろから前って下がってもらって、もうこれだけです。さあ行きましょう。出廷。さあ来ましたね。イエーイ。よいしょ。うわー、気持ちよかった。またまたやってまいりました、千歳水族館。しかし今日は最初に鮭がね、上がってきてるそうなので、そちらを先に見に行こうと思います。鮭いっぱい戻ってきてる。ちょっと見えにくいけど、こといっぱいいるよ、鮭いっぱいいる。あそこのぐるぐるに鮭が入って水揚げされるんだよ。でみんなそこからオスとメスを分けて出荷するんだ。鮭が戻ってきた川を見た後はもう一度アイナ。ウポポイやってきました。ウポポイやってきました。僕が来たのが多分25年ぐらい前なので、リニューアル新しくなってからもちろん初めてです。ポイウポポイウポポイポイ。今日は伝統舞踊見てみましょうね。すごいね、あれが博物館だって。めっちゃでかい。
アイヌってどういう人たちだか分かってますか？民族。そう、先住民族ね。で、我々本土の人間がここに入ってきて、その人たちを追い出しちゃったんだよね。なので、それに対してごめんなさいの気持ちがすごく強いから、こんなに豪華な博物館を作ってるんではないでしょうか。私はそう思います。なんと景色がすごく綺麗だし、建物自体がものすごい美しい。そうそうそう。じゃん。すごい。さて、巨大な知性ね。ポロ知性。お邪魔しまーす。うわー、天井高い。本当に？本当にこんなでかかったのかな？昔から。鹿の毛皮。うわー、あったかそう。触り心地もすごくいい。色使いが綺麗。ね、これあれでしょ。ゆりかご、これ。ここは宝物。すごいよね。宝物置き場。このうちの宝物。大きいお家だね。本当にこんな高さあったのかな、昔から。こんにちは。さあ皆さん、フェリーターミナルが近づいてまいりました。今回の北海道トリップ、ついにファイナル出航します。長かったようで短かった1週間の北海道トリップでした。今回は、3年前の道のりと全く違うところだけを選んでトリップしました。非常に大満足。家に着くまでがロードトリップです。いつもそう、苫小牧のフェリーターミナルは寂しい気持ちでいっぱいになります。石狩です。太平洋フェリー石狩。今回のフェリー、こんなでっけえやつですね。寂しいね、北海道から出るの。長くいただけに。はい、おしゃめです。はい。じゃあ、後ほど。後ほど、See ya。よし、無事にチェックイン。乗船まではちょっと時間がかかるらしい。さーて、小鳥さん、もうすぐ出航です。また来るぜバイバイ北海道、また来るよ。いいよ、買って。さあ、バイキングディナークルーズ。本当？いただきまーす。はい、母ちゃん。無事公務違反。無事にフェリーゲット。はい。全部運転俺。頑張った。朝です。目の腫れが引かない。私は昨晩のバイキングで食べた料理の中にクルミが入っておりまして、クルミアレルギー勃発にて、もう寝ることしかできませんでした。もったいない。まあ気を取り直して今日楽しみましょう。朝ごはんは海を眺めながら優雅
朝食を取りたいと思います。おはようございます。おはようございます。葵さん、はい、朝ごはん食べてたら船が港に入りました。仙台です。仙台に到着しました。早かった。北海道出て14時間かな。さあ下船の時間がやってまいりました。父ちゃんはドライバー、あなたたちは歩いておりなさい。ここ何県？ここは宮城県です。宮城？さすがまほほこら宮城県。あ、涼しい。よし、乗り込め。よし、本州上陸。このまま仙台港の近くにあります仙台新港っていうね、サーフポイントに行ってみたいと思います。朝からサーフィンだ。仙台新港にある公園のパーキングはトレーラー止められました。あ、わお、悪くないね。20年ぶりの仙台新港、割れてます。サイズもある。よし、入ります。あ、こっち海でいいね。20年ぶりの仙台新港、行くぜ。それでは行ってきます。行ってらっしゃい。はい、1ラウンド終了。今ね、風が入っちゃいましたが、約2時間ね、遊ばせてもらいました。いい波いっぱい乗れました。結構ね、早いんだけど、うまく切れ目取れると少しね、長めに乗れるって感じですかね。まあ、何よりもすごく乗りやすくて、取れてていい波たくさんありました。やったね。20年ぶりの仙台新港、ありがとう。では次は仙台ランチだ。行くぞ。この度最後のランチは牛タン炭焼き利久。 Here we go。 牛タン利久ランテン。まずはテールスープから。堪能定食盛りだくさんいただきます。母ちゃんからもらった、いただきます。おいしい。牛タンソーセージ、ビミ、サメイ、牛タン塩味。おいしかったね。仙台からの帰り道、妻が高速代がもったいないから下道を運転しろって言うんです。ドライブ長いです。下道で、福島方面へ向かいたいと思います。実は福島に行くこと自体がもう15、6年ぶりですかね。そうだね。ですが、私たちは毎年福島にサーフィンキャンプ行ってたんですよね。というわけで、懐かしの福島をね、久々にちょっと見てみたいなということもありまして、これから下道で福島経由して帰りたいと思います。わしたちはいつになったら家に帰れるんじゃい。じゃあ高速鬼高いの下道で行きましょう。
さあ、阿武隈川を渡っているということは、ここから福島県だ。荒浜は宮城で、まだでした。間違えた。さてと、ようやく来ることができました。震災以降、中浜小学校ですね。ああ、このまま残ってるんだ。私たちには忘れてはいけない記憶があります。今日はね、それを子供たちに伝えるためにここに連れてきました。こんにちは、よろしくお願いします。表面温度正常。さあ、では中に入ってみたいと思いますが、中の様子は、YouTube 等ではね、配信 NG なので、お見せできるのはここまで。実際に中を見学していきたいと思います。大変貴重なお話を聞かせていただきました。今もなおこうやって残してくれて、その当時のお話を聞かせてもらうのは大変貴重な体験でした。ぜひ皆さんも来てみてください。福島県の北泉ポイントやってきました。キャンプ場なくなってしまいました。メモリアル公園ですね。今は多分津波で流されてしまったからですね。海行ってみましょう。公園に行ったんだ。そうだね、キャンプ場だったところが完全になくなりました。そして妻、私たちがよく遊ばせてもらったビーチ、チェケラー北泉ビーチ、この場所が好き。チェケラー、隣はね、火力発電所なんですね。世界大会とかも行われていたビーチです。そして私のサーフィン人生で一番大きい波に乗れたのも北泉ビーチです。今からもう20年ぐらい前の話です。海は変わってないですね。さあ、この度最後のお風呂、憩いの村浪江です。これがこの度たくさん入ってきたお風呂の最後になります。なんつったっけ、ここ浪江、浪江町の精神健康と志あふれる町づくりを実現する拠点として整備された。お風呂代いくら？500円。子供は300円。安い。もうさ、なんか都心とかで1500円とか取るスーパー銭湯とか絶対行かねえ。いいとこですね、綺麗で、ね、さあ最後の風呂入ってきます。いい湯でした、いい湯でした、いい湯でした。すごくいいお湯だった。さあ、ここから我が家まで、千葉県までね、一気に帰る予定です。安全運転で行きましょう。みんな、ドライブ、残りのドライブもあと1時間程度です、12時を超えてしまうと思いますが、なんとかね、今日中にお家に着くまで父ちゃん頑張って運転したいと思います。頑張れ、頑張る。よーし、ラストドライブ行くぞ。時刻は11時30分残り81キロですね。もう少し頑張ります。やってまいりました。ついに我がふるさと千葉県戻ってまいりました。流山インター出口です。ついに高速道路終了です。長かったここまでの道のり。双葉から流山です。料金は6190円。やっぱり無事家に到着しました。今回のトリップ走行距離 1985.8km でした。トレーラーバンライフ北海道の旅、おしまい。 Dude, that father is 10 men permed.